こんにちは、レイセンです。今日は8月10日土曜日になります。絶食482日目ですね。で、生ミドリムシ開発は51日目になります。天気は晴れ、いい天気です。睡眠時間は今のところ2時間半ですね。で、尿回数は1回出てるだけで、現在時刻は午前8時20分ってところです。で、まあ、今日も昨日と同じような感じでやっていきます。酒粕がちょっと足らなくなるかもしれないんで、もしかしたら買い出し行くかもってとこですね。まあそんなところです。で、ミドリムシに関しては J だね、 J から取ったやつをちょっと味見する。あれがね、若元を入れてるもんで、若元の味がちょっとするかもしれないけど、まあとりあえず J を使っていこうかなと思っています。2リットルあるからね。そしたら、絶食482日目始めていきます。今日の1杯目作っていきます。カゴメのこれ1ですね。これを250、とスジャータ名楽の有機豆乳ですね。これを250、とスタイル1のきな粉ですね。これ大さじ2杯と、あと水を、あ、じゃあミドリムシをね、ミドリムシをこれ J だね、 J から2リットル分出したやつ、ね、で、こっから200、とりあえずこの瓶が1瓶200なんで、正確に212ミリとかそんなんだったと思うけど、まあ緑虫らしい味だな。なんかね、チューブ、エアレーションのチューブだね。あのチューブからね、あのチューブの素材だね、素材の匂いがね、匂いとか味だね、素材の匂いとか味がね、その培養液の中に染み出てる気がするんだよね。そういう、なんかチューブのような味がするっていうのかな。だ、あのチューブをちょっと変えようかなと思っています。もっとね、なんか染み出さない、培養液に染み出さないようなチューブに変えようかなと思ってます。味の方がなんか匂いがね、やっぱあのチューブの匂いがするんだよね。味もそうだな、ゴムのあのチューブの味がするな。あれをちょっと変えた方がいいな。あのチューブが中に入り込まない方がいい。培養液の中にね、触れない方がいいな。でもそれだけだね。あのチューブの味だけだな。あれだけ問題だな。あれさえ解決したら、割といい味になるかもしれないな。ミドリムシに関してはね。特に薬っぽさはないね。薬っぽさはないね。まあチューブだけちょっと早いとこ、早急にまあなんとかしちゃいたいところです。で、これとあと水だね。水を
あのね、靴、新品の靴だな、新品のシューズ、新品のシューズの匂いっていうのかな、あのゴムの匂いっていうのかな、匂いとか味だね、あのゴムを舐めてるような味わいっていうのかな、そういうのがあるんだよな、新品のシューズの匂いとかゴムの味、あのエアレーションのチューブだね、あのチューブの成分が培養液に染み出てるってとこです。そしたらこれ飲んでいきます。次入れてきます。スタイルワンオレンジですね。ふっふっふっ、300、有機豆乳を200、とあときな粉ですね。大さじ2杯。じゃあこれ取っていきます。次入れていきます。オレンジですね。これを300だけ入れようと思うんで、そのままでね。でこれとあと水を250、これ飲んで酒粕取ったら動画の編集作業やろうかな。編集作業終わったらちょっと買い出し行って、流れだね。そしたら飲んでいきます。酒粕取っていきます。なんか動画の編集作業やってたら疲れちゃって、そうなんか疲れるようなことをしてるわけじゃないんだけどね。でも日によってなんか妙に疲れる日とそうでない日があるんだよね。やっぱバイオリズムだな。今日はなんかちょっと疲れやすい日だね。でまあこの酒粕一応まあこれ全部取っちゃって、で買ってこようかなと思うんで、また一応こんだけだね、だけこれで75、これで空ですね。空、そしたらまあ取りながらゆっくりしていきます。次入れていきます。スタイル1のフルーツミックスですね。これを300と、あ、入れすぎた、ちょっと戻す。300と豆乳を200、でここにきな粉を大さじ2杯、さっき便が出たんだけど、大便が久しぶりに、固めだね。ちょっと出すの苦労する感じで、
あれおそらく酒粕だな。酒粕最近多いもんで、その量が原因じゃないかな。あの便の硬さ、ね、でここに、ミドリムシだね。ミドリムシを入れて、もうちょっとミドリムシ、今日飲もうかなと思うんで、でこのあのシューズの新品のシューズの、ゴムの匂い、これだけちょっとかなわんな。で緑虫、カモミール&ルイボスの紅茶パック入れてるやつだね。まあ味そんな変わんないと思うけどな。おそらくあのゴムの味は消えないだろうなと思うけど。あ、だいぶマシだわ。しかもあと冷やすといいな。冷やすと美味しいね。うん、冷やした方がいいな。だいぶマシになったなこれ。うん。でまあここに入れて。なんか今日400かな。ミドリムシ400でいこうかな。あと、水を250。うん。したらこれ飲んでいきます。今からちょっと買い出し行ってきます。買い出しから帰ってきたところです。で、まあ、買ったのはいつものやつだね。スタイル1のオレンジ2本にフルーツミックスを2本と、あとこの酒粕、これを2袋と、あとあの有機豆乳、あれ3本だね。あれ3本と、あときな粉、スタイル1のきな粉、100円のやつだね。 140g 入って100円ってやつ、これを2袋、うん、こんだけかな。こんだけだね。こんだけね。これで量が70ジャストだね。したら取っていきます。次入れてきます。スタイル1のフツミックスだね。これ300、まあ、そのままで飲もうかなって思います。300、あ、きな粉入れようかな。きな粉大さじ2杯、まあ2杯ぐらい。と水だね。水を神社の井戸水だね。これを250。取っていきます。次、酒粕入れていきます。こんだけ
だけどね。で、量は62ですね。次入れていきます。フルーツミックス。まあ今日はお盆だし、ゆっくりしようかな。まあ2リットルじゃなくてもいいかなっていうところで、果物ジュース多めに飲むことにした今日はね。まあ果物ジュースが一番コストが少ないから、コストかかんないかなっていう理由があるけど、あときな粉、コストの問題気にしなくていいなら、あの野菜生活100スムージーのシリーズの豆乳バナナとかね、ああいうのを取りたいなとか思うけどね、コストかかるんでね。できな粉大さじ2杯、したらこれ取っていきます。あと水も入れていきます。250。これね、飲んでいきます。酒粕取っていきます。これだけで 58g だね。あの今日は風呂も入るの忘れてて、ついさっき入ってきたとこですね。であとラストの豆芽ミックスだね、まだ飲んでないの忘れてた。今から作ろうと思います。もう今日は飲めないと思ってたんで、普段で果物ジュースばっか取ってたけど、そういえば最後の一杯作ってなかったってことで、これ1を250。今日はなんか不思議な日だな。なんかよくわかんないけど不思議な日なんで。で、有機豆乳を250。これ飲んで、で、まあ今日の経過報告やって。そしてあとまあシャカシャカだね、緑虫のシャカシャカやったら、まあ早めに寝ようかなって思ってます。できな粉、を大さじ2杯。まあ今日はきな粉いらんけど、でもやっぱ入れた方が美味しいんだよね、味がちょっと良くなるんだよね。あとりあえず大さじ1杯だけ、あとはこっちの方がいいかな。あとは、水だね。水も一応作っとく。井戸水だね。神社の井戸水を250。したらこれ飲んでいきます。で酒粕取っていきます。今日もなんかすっごい取っちゃってるんだけど、まあでも今日はお盆だし、お盆ならまあいいかってとこですね。
だけ、こんだけグラムで59だね。まあ60ってとこですね。そしたら取っていきます。深夜で午前1時ですね。今日は経過報告です。まず補充したやつ、あんま変わってないですね。でも一応綺麗なグリーンにはなってますね。種水40のやつもう上がやっぱ薄いですね。で E3 はもうちょっとダメっぽいね。この色になっちゃうともうあかんね、これ、これはまあ、捨てる方向になりそうです。で冷水実験がなんか少しずつ、一応少しずつなんかグリーン、まあ、濃くなってきてますね。でこれ種水多めのやつだね。これはいいね。この辺はいいね。 A3 も問題ない。で B がね、下の方がなんかわずかに、なんかわずかに緑があるけど、消えちゃったね。だいぶ消えちゃったね、緑。あ、やっぱ夏場はあかんな、きついな。やっぱ温度管理は大事ですね。で緑虫の冷水、種水なし。やっぱ上の方が薄いね。で若元は大丈夫かな、大丈夫そうかな。なんとかいけそうな感じはしますね。でこれきなこはなんかね、ちょっと薄いんだよね。こっちの豆乳の方がだいぶ濃くなってきてて、いい感じのグリーンなんだよね、これ豆乳。きなこの方がね、なんか調子悪いね。なんか色合いがちょっとなんかいまいちって感じですね。こんな風になっちゃうのね。まあ味が良かったらいいんだけど、なんか色的に全然違うっていうのかな、違ってきちゃうっていうか。でこれはまあ順調ですね。でドリンクサーバーの元のやつ、まあこれも順調ですね。で失敗したやつも順調で、これは相変わらず上の方がちょっとなんか茶色っぽいんで、ちょっとダメかな。これもダメっぽいなってとこですね。でドリンクサーバー、なんか日ごと濃くなってるような感じがありますね。で J はまあ問題なさそうです。で H は相変わらず薄いんだね、これ。なんでこんなに薄いんだろう、なんか育ちが悪いですね。で圧力かけ、まあそう変わってないね。で、まあ、これダメになっちゃったやつだね。まあだいぶ茶色になっちゃってますね。まあこれも処分した方がいいかもしれないですね。まあ今日はそんなところです。おはようございます。今午前10時16分ぐらいですね。そしたら今日もウイロウリ3回やってから体重測定入っていきます。
ウエストを測っていきます。正面、側面と背中、66.5 ですね。血圧測っていきます。102-73です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は2時間半ほどとってます。午前2時半から5時までの2時間半ですね。でジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度が今日正午12時20分ごろ計測で29度、湿度 35% でエアコン27度設定で入れています。まあ、だからやっぱり2度ぐらい上がっちゃうね。で、飲んだもの、野菜ジュースが 500ml で、豆乳は 900 で、緑虫は320ですね。まあ、2回目あの瓶1本200で入れてるんだけど、あの半分ちょっとだね、飲んだの半分ちょっとなんで、まあ、120ぐらいってことで合計が320ってとこです。果物ジュースは1500ですね。今日は果物ジュースちょっと多めに取っています。で水も1500になります。で合計が 4720ml で、水1500のため実質は3220になります。まあ一応これでも緑虫引いたら3リッターはいってないからね。まあ OK じゃないかな。できな粉は大さじ11杯今日は取ってます。きな粉こんだけ取っててもね、臭いのなら出てこないんだよね。お腹の調子が悪くならない。で酒粕 325g 取ってます。今日は酒粕多い、昨日多かったけどな。昨日も3、昨日いくつだっけ、昨日割とたくさん取ってた。313か、まあ近いな。まあこの臭いおならが出ないのはこの酒粕の恩恵あるいは緑虫か両方かってとこだね。どちらかないし両方ってとこですね。尿回数は11回出てます。濃さは普通に薄い、あとかなり薄め、あと完全無色、量は平均的な量でした。大便が今日1回だけ出てます。午後3時頃だね。色褐色で太バナナ状20センチプラス細バナナ状10センチで固めで、匂いは少しありってとこです。この固めなのはね、おそらくこれ酒粕のせいじゃないかな。あと色も褐色なんだけど、まあ緑虫がこの量だと少ないっていうか、まあこの量なら便が緑色にならないっていうかね、カニ味噌色にならないっていうか。で固めの理由は酒粕だと思う。酒粕この量取ると硬い便になるね。水分が足らないのかな。割と取ってるけどね、水分。1500、今日でも1500だっけ。最近1000以上は取ってるんだけどね。まあそんな感じです。おならはほとんどなしで匂いはなし。まあ日中がほとんどなしで、夜中だね。夜中に若干ちょっとおならの回数増えたかなってとこですね。まあ匂いはなしってとこです。お腹の調子はいいってことだね。で今日の計測時刻は午前10時50分頃に計測しています。昨日よりも3時間と20分ほど遅いだね。まあ、0.3 キロぐらいは減ってるってことになります。体重 57.05 キロ、マイナス 0.4 キロの減少なんで、昨日と同じ時間に測ったら、まあ、0.1 キロの減少ってとこだね。こんだけ取ってても体重ちょっと減る感じだね。で、BMI は 18.0 でマイナス 0.1 の減少です。体脂肪率は 9.7% でマイナス 0.8% の減少。体脂肪率結構低く落ちてる。まあ、飲食物じゃないな。バイオリズムだな、これは。そんな感じですね。で、血圧 102-73、最高血圧プラス1、最低血圧プラス3だね。まあ、血圧微妙に上がってるけど、まあ、このぐらいだったら誤差の範囲内。そう変わらないって見方でいいと思います。脈拍73でプラス1、ウエスト 66.5cm で変化なしってところです。まああと今日の気づき、まあ別に今日も特に気づきはないんだけど、最近酒粕の量が多い、割とたくさん取ってる。
まあね、あの村上酒粕の酒粕が割と美味しいっていうか、は自分には合ってるっていうのかな。アルコールの量も多くないんだよね。なんでなんか肌疲れしないもんで、あと割とあの旨味があるっていうか、あの取り続けてるとね、だんだん慣れてくるんだよね、味に慣れてきて、なんか美味しいと思うようになってくるっていうのかな。そういうのがある。まあ、もともとあの酒粕自体の出来がいいっていうかね、多分材料とかがいいのかもしれないね。あれは私の中で値段が安くてね、270円ぐらいかな、あれ一袋270円、 300g でね、でその割に十分な味だし、アルコールも多くないっていう、あれだったらずっと続けられるって思ったね。で、あの酒粕、最近、まあ、この量の酒粕取ってるとね、やっぱなんか、肌がね、なんかちょっとね、白っぽくなってくね。あれ、肌こんなに白かったっけって、風呂上がりに思ったもんね。あれ、こんなに白かったかな、肌。肌がなんか白くなるんだよ。で、酒粕関係、前、情報拾ってた時にも出てきた。やっぱ酒粕とか仕事でいじってる人はね、手が白くなるんだってね。でも実際に食事とかでも酒粕入れてると思うから、そういう人は、たくさんね、たくさん酒粕取ってると思うんだよ。その辺があると思うんだよね、その辺が。まあ触るだけでも白くなるのかどうかは検証の余地があると思うけど、少なくともね、取って酒粕取ってるとね、肌って白くなるんだって思った。こんなに白かったかなって思ったもんね。で、まあ顔の状態も、まあ今日はそう変わってないかな。今日はそう変わってないけど、昨日見た時はね、あ、なんかちょっといいなと思ったもんね。なんで酒粕割と重要だね。で、酒粕だけじゃなくて、緑虫の効果に関してはね、これも検証が必要だなって思う。もしかしたら緑虫いらないのかなって気がしないでもないけど、酒粕があったら、きな粉取ってても臭いおならが出なくなって、肌も良くなって若返りしてって、で、トーヤミックス取ってれば若返りしたっていうの、前若返りしてるもんね。って考えると、特に緑虫いらないのかなって気がしないでもないけど、でもね、あの机がね、前に買い取りのショップさんに来てもらってた時に、他のね、本棚とか他の大きな家具とかはね、持ってってくれたのに、あれだけね、場所がないって言ってね、なぜか持ってってくれなかったっていうのがあったんだよね。前にも話したけど、なんで、まあしょうがないもんでって言うけど、1階に置く場所ないもんで、だから2階持ってきたよね。で、結局最初南の方置いてたけど、まあ布団引くのに邪魔でしょうがないもんで、布団引いたり布団干すのにね、邪魔でしょうがないもんで、北の方に持ってったんだよ。で、最初のあんな、まあ邪魔なだけだなとか思ってたのに、緑虫の実験するようになって、ちょうどあの机がね、いい環境になったっていうね。だからね、やっぱりなんかあるんだよね、道っていうのが。最初にね、ある程度決められた道っていうのがあるんだよ。決められたっていうか、おそらくね、まあラムサとかエイブラハムの本とか読んでるとね、なんとなくね、その道を決めたのは自分自身っていうね、自分自身がここに生まれてくる前に自分で設定したっていうかね、プログラムを組むかのようにね、自分で設定した運命っていうね、運命を生まれる前に自分でこういう風に流れるようにっていう風にプログラムの設定を行って、で、それで生まれていく。で、その自分がプログラムを組んだ通りに一応流れていくっていうね、どうもこの世界はそういう仕組みになってるっぽいね、そんな気がする。だからよくゲームなんかだと運命に抗うみたいなのやってるけど、あら、バカだねっていう。自分で組んだプログラムに逆らうみたいな。自分で組んだプログラムに自分で逆らうみたいなね。アホな感じになっちゃうみたいな。いや、運命に逆らうっていうのはやっちゃダメってことだね。流れに任せておけばいいってやつだな。
そうすると自分で組んだ、自分でこういうふうに生きたいって思った生き方ができるようになるっていうね、そういうことだ。どうもね、やっぱ最初からなんか組んであるっぽいね、流れ、道っていうものがね、うん、こういうふうに流れていく、こういうふうに、まあ、進んでいくよっていうのがある、どうもあるっぽい。うん、だから机は買い取りの人が来ても持ってってくれなくって、でそれがその場所がうまい具合にミドリムシの実験にいい場所となったっていうかな、使えるスペースになったっていうかね、うん、って考えるとミドリムシっていうのはやっぱり重要なんじゃないかっていうふうにも思うんだよね。うん、それも運命的なものを感じるっていうのかな、なんかあるっていう感じなんで、うん、って考えると酒粕ときな粉だけではダメ、東野糖か酒粕きな粉だけではダメで、やっぱりミドリムシが大きな役割を担ってる可能性が高いっていうのかな、うん、特に腸だよね、腸やっぱね、すごい快便になるんだよね、ミドリムシ取ると、うん、腸の状態良くなるもんで、酒粕だけじゃなくてやっぱミドリムシが腸の状態良くして、それによってきな粉とかでも臭いお腹が出ないようになるし、腸の状態が良くなるっていうことはいろいろな面でね、いろいろな面ですごく大きく働くっていうのかな、うん、肌の状態を良くするとか若返りに関してもそうだし、他にももしかしたらサイキックとかね、今後やっていくけどね、サイキックとかの面でもミドリムシが重要な役割を担っていくっていうか、彼が鍵になるっていうかね、あれの恩恵のおかげでそのサイキックがスムーズにいくとかね、うん、そういう可能性があるんだよね。ミドリムシはなんかある、やっぱりなんかある気がするんだよ。特に腸とね、腸、うん、お腹の腸と腸とまあうまくっていうか、腸の状態を良くするっていうかな、良くするものっていうかな、ミドリムシがね、うん、今後は重要な役割を担うっていうか鍵になっていくと思うんで、ミドリムシは実験を続けていくってところですね、うん、で一応ねエアレーションかけてるやつはね、味がねエアのチューブだね、エアのチューブの味がするんだわ。あのエアのチューブが溶け出してるんだろうな。だもんで、熱帯魚とかかわいそうだよね。あのチューブの味は結構、美味しくないから。熱帯魚、あのチューブでエアレーションしてる水槽で飼ってる熱帯魚はかわいそうだなってちょっと思った。まあ実際に、でも熱帯魚とかでは味覚ってあるよね。あるから、あのチューブは使わない方がいいな。あれはね、まずい。水がまずくなるっていうか。ゴムの味がするんだわ。シューズ、新品のシューズの匂い、味、あれと同じだね、ああいうチューブの、あれ、ポリエチレン、ポリエチ、なんのチューブ、原材料なんだろうね、なんだろうな、ちょっと調べてみようかな。あのチューブの匂い、味、染み出てるんだろうな。だからそういうのがあるもんで、今後はあんま使わないっていうか、水に触れるところだね、培養液に触れるところはあのチューブじゃなくって一応別のものだね、別のものに変えて、その辺加工しようかなと思ってます。ちょっと工夫して、でなんとかしようかな。で味がまずくならないようにね、エアレーションを行っていてもね、そういうふうに今後ちょっとどっか暇な時にね、時間のある時にやろうかなって思ってます。明日はね、もう今こんな時間だからね、ちょっとやってられないんで、で一応バルブを注文したもんで、それが届いてからやろうかな、まとめてね、一緒にねって思ってるところです。そのぐらいかな、そのぐらいですね。あとミドリムシに関しては今日ね320取ってるけど、やっぱね量はね200ぐらいのがいいかなと思った。200以上取ったらね、なんかわずかにね、なんか心臓胸のあたりにわずかにちょっと重さのようなものを感じたもんで、200ぐらいが適当かなっていうとこですね。あとね、性欲が出るね、ミドリムシたくさん取るとね、
なのでね、まあ通っても200ぐらいがいいかなってとこですね。ミドリムシに関しては。あんまりたくさん培養してもさばききれないかな。まあ5リットルぐらいだな。5リットルぐらいを作るのがいいのかなってとこですね。一応まあ失敗した時のことを考えて、まあ2つぐらい、どんどんと。2つぐらい、2つかまあまあ3つ、3つだな。大きいの1つと、まあ、そう大きくないやつを2つぐらい使って、一応失敗しても、なんとかなるようにね。1つだけでやると、失敗したらもうアウトだもんで。まあ、2つか3つで培養していくのがいいんじゃないかな。あんまりたくさん作る必要性はなさそうだっていうとこですね。まあ、そんな感じです。そしたら、絶食482日目完了です。それではまた明日。